カメロケラスは、主にオルドビスキの間に生息していた絶滅した巨大な陶足類のうち直角外の一種である。約4億7000万年前のオルドビスキ中期に出現し、ローレンシア大陸やバルティカ大陸、シベリアの戦海域に生息していた。当時の動物症における一般的な構成要素であった。オルドビスキ末の大量絶滅で大打撃を受け主数と、 個体数は減少し、最後の種は、シルルキ、ウェンドックヨで絶滅を迎えた。高質な塩水状の広角により保護されており、広角はアンモナイトなどと同様に隔壁で仕切られ数多くの気質が存在した。殻の開口部に柔らかい筋組織が一致し、開口部から広角全体の3分の1の領域まで軟体部が存在していた。 食腕の長さは1メートル近くあったと推定されている。食種については、現代のオウムガイと同様に頭部を元に伸び、獲物を捕獲するために用いられていたとされている。原生のオウムガイとの対比から、食種にはイカやタコのような吸盤は存在しなかったと推測されている。食種の根元にはケラチンにより構成された硬いくちばしが存在し、 捕食対象の外骨格を砕いていたと考えられている。軟体部の化石は発見されていないものの、巨大な目や姿勢制御のためのロートが存在したと推測されている。残る3分の2の領域は浮力の調整に用いられたと考えられており、連出再開を通して体液を移動させて浮力を制御していたとされている。これは現代のオウム街にも観察される事象である。 また、体液の移動は、重心の移動にも使用されたとみられ、ロートからの噴射に対して、水平方向の平行性が保たれるよう作用していた。カメロケラスの広角の断片から、長さは最大で11メートルに達すると推定されている。最低値では1995年に6メートルという、推定がなされているが、いずれにせよ、小生代において、 最大級の軟体動物であったことに変わりはない。もともとカメロケラスは、エンドセラスやバキノケラス、メニスコケラスといった大型の直角外のゴミ箱分類として用いられていたため、カメロケラスを明確な属として表記するのは非常に難しい。タイプ種であるトレントネース種は1842年にコンラードが報告したものの、それ以降、カメロケラスという名称は、 複数の意味を持つようになった。1847年にエンドセラスを命名したホールはトレントネンス氏をカメロケラスとして認めたがニュージャージー州トレントンの石灰岩から発掘された大型の直角街にエンドセラスの学名を使用した。それゆえカメロケラス族とエンドセラス族が同じ種を含んでいる可能性がある。カメロケラスの方がエンドセラスよりも先に 命名されているため、同一の種を示す場合は、カメロケラスの学名が優先される。また、エンドセラス以外の属の種を、カメロケラスに含んでいる。しかしながら、エンドセラス類の最大記録を保持している。すでに破壊されていて現存しない標本は、現在は、エンドセラス属のエンドセラスゴガンテムに属すると、されている。アフェトケラスを捕食するカメロケラス。 近くを遊泳しているのはシクロストミケラスカメロケラスは捕食動物であったことが確実視されている。全長6メートルという控えめの推定値でも当時の動物賞では突出した大きさであり、当時の魚類や産業虫、果てには巨大アノマロカリス類のエーギロカシスや大型の海サソリであるペンテコプルスまでも捕食していた可能性がある。 原生のイカやタコなどの統足類と同様の生態と、すると、昼は深海に身を潜め、夜は旋海域に移動して獲物を探していたと考えられる。ただし、カメロケラスの移動能力について、海中を自在に移動していたとする見解は少ない。機敏な浮上や移動は困難だったと見られており、活動的に遊泳してはいなかったとされている。 広角の4分の1以上が南大部に占められていると、浮上は困難という指摘があり、南大部が3分の1を占めていたカメロケラスもそうで、あったという見解もある。特に巨大な個体は海底に鎮座し、移動することは、ほぼなかったとまで言われている。土屋剣は、カメロケラスは獲物が射程圏内に入るまで鎮座して、機械があれば俊敏に食腕で捉えるような、 待ち伏せ型の捕食者だったと推測している。ありがとうございます。